隅田川テラスは東京都を流れる隅田川両岸に沿って整備された浸水テラスの総称である。地水上の高水時期にあたる部分をテラス化したもので、舗装や緑化が施されることによって平時には憩いの場、散策路など公園としての役割が与えられている。昭和60年からスーパー堤防等整備事業の一環として隅田川両岸のほぼ全域、 総延長4 6 9トルの計画で東京都が順次整備を進めている。隅田川の治水は伊勢湾台風を教訓に東京校長対策事業としていわゆるカミソリ堤防の整備が昭和30年代から始まり昭和50年までに完了したが堤防によって人と水辺が隔離される結果となった。これを受けて東京都は 昭和55年から安全性に加えて人が水辺に近づける浸水性にも配慮した関係者堤防事業に着手した。白ひで地区を川切りに、舗装、植栽などの集計工事により遊歩道としての機能を備えた浸水テラスが整備され、都内では貴重な浸水施設の一つとなっている。また、治水の観点からは堤防の根固めの役割を果たし、 耐震性能工場に貢献している。白髭橋の上流ではそれまでの治水、浸水空間としての役割に加えて生物の生息空間を取り入れたテラス整備が進んでいる。平成18年度末までの整備率は約87%となっている。2020年6月には複合施設を同時に整備した両国リバーセンターが完成する予定。平日の昼時には サラリーマンや OL が休憩する姿が見られ、休日にはジョギングや犬の散歩をする近隣住民の姿が見られる。アニメ3月のライオンで主人公の住む街の舞台となっており、ファンの間で聖地として注目を集めているが、総じて市民による利用率は高くない。理由には以下の問題点が指摘されている。東京都では 隅田川テラス散策マップを作成し、利用促進に努めているほか、地域の案内板に隅田川テラスの名称を積極的に使用することなどが提案されている。また、水上レストランやオープンカフェの設置も議論されているが、防災上の観点から課題が多い。ありがとうございます。